に待った夢の球宴が今年もやってきました。オールスター初戦をここ京セラドーム大阪からお伝えします。このゲーム解説は田上誠一さん、伊藤勤さん、黒木智弘さんでお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。早速ですが伊藤さん、今年も素晴らしい選手たちが選ばれました。やっぱり選手にとってこのオールスターは特別なものなんですね。そうですね、誰もが一回はねこの舞台に立ちたいと思ってプロ野球の世界に入ってくると思いますので、まあ、今日選ばれた選手たちは非常に感無量ではないでしょうかね。なるほど。さあ夢の球宴オールスターゲーム、まもなく試合開始です。1回の表、オールセントラルの攻撃。1回の先頭バッター坂本勇人、打席に入ります。オールセントラル、今日はどんな展開になるのでしょうか。最初の1球は何か。最初はフォークから入りました。2球目、外に決まりました。3球で決めてくるか。多いボール、手を出した。今度も変化球できました。低め打ちました。レフトの前に落ちた。オールスター最初のヒットになる。さあそして2番に回ります。平野圭一、バッターボックスに入ります。オールセントラル、ノーアウトからヒットが出ました。最初のボールは落ちるボール、打ってファーストへの打球、アウト。ファーストゴロに終わりました。さあ得点シーンを期待しましょう。今日の久吉、ランナー返せるんでしょうか。先制のチャンスです。最初の1球、まずは簡単にストライクが来ました。2球目です。打たされました。上がりました。降りました。ランナーは変わりません。これで2アウト。父さん、ファンとしては大きいのを期待している場面ですよね。そうですね、ホームランを打てるだけの力のあるバッターだけにね、十分期待できると思いますね。初球高めに来ました。2球目はどうでしょう。ストレートを持ってきました。いいところへ決めてきます。3球目はどうする。決めてきます。スライダーで追い込んでいます。次の4球目、変化球打ちました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ただいまオーダー表をご覧いただいております。代わって守ります、オールセントラルの先発ピッチャー、吉見。
パリーグ打線をどう抑えてくるんでしょうか。隼人、坂本、レフトキック。1回の裏、オールパシフィックの攻撃。トップバッター、坂口智隆、バッターボックスに入ります。第1球です。最初から際どいコースを狙ってきました。どう攻めるのか。行きました。セカンドへの打球アウトです。セカンドゴロに終わりました。バッター本田雄一、打席に入ります。まあ、この選手はね、塁に出ると盗塁狙ってきますからね。初球から入れてきました。微妙なところを攻めてきます。2球目はどう攻める。ボールです。次が3球目。変化球を打っていった。破った。きれいに破りました。ヒットになった。ここで先制のランナーが塁に出る。糸井義雄、バッターボックスに入ります。オールパシフィック、ワンアウトからヒットが出ています。初球です。やはり狙ってきました。ファーストランナーサード、どうしてもランナーを返したい場面ですよね。そうですね、クリーンアップですんで十分その得点のチャンスですからね。何から持ってくるか。まずは見送りました。どう攻めるのか。今度はまっすぐ来ました。3球目はどうする。これは変化球。バッティングカウントになった。ファーストランナースタート。キャッチャーはどうする。スチール成功です。さあ何を見せるか。今度は落としてきました。さあフルカウントになった。左への打球です。この勝負どうなる。行きました。センターの前、ワンバウンドしました。セカンドランナー三塁を蹴った。サードランナーがホームに帰ります。今セカンドランナーもホームイン。先制点はパシフィック。初回から主導権を取っていきます。得点シーンリプレイでご覧いただきます。先制点はオールパシフィックでした。バッターは5番中村武、バッターボックスに入ります。2対0、オールパシフィックがリードしています。最初の球はまず変化球を見せてきました。初回からの得点を与えています。次のボールは強い当たり。どうやらゲッツーになりそうだ。1塁もアウト。最後はゲッツーに引き取りました。伊藤さん、
力の差を感じるのか、それとも力を見せつけるのか、楽しみな対戦となりました。そうですね、やっぱ思いっきり自分の持ってるボールをどん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 投げ込んでいってほしいですね。なるほど。第1球はどうか。まず変化球で空振りさせました。強烈な当たり、ショートへの当たり、これはアウトになります。ショートゴロに終わっています。バッターグレイング・ブラック打席に入ります。最初はボール。決めてきました。さあ3球目、スイングして空振りです。さあ4球目、今のはボールになります。ボールになります。黒木さん、低め低めと攻めてきますね。そうですよね、低め低めで来てますから、打たせて取りたいんだと思いますよ。フルカウントからの6球目、ストレート、下位打線に回ります。畠山和弘バッターボックスに入ります。最初のボールは変化球、打ちました。高いバウンドになりました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。2回の表終了、オールセントラル3人で攻撃を終了しています。2回の裏、オールパシフィックの攻撃、DH からの打順になります。内川誠一、このゲーム最初のバッターボックスになります。第1球は打ちました。打球はセカンドへ、これはアウトです。セカンドゴロに倒れました。バッター中島博之、今日の第1打席に入りました。最初は変化球できました。2球目です。低めのボール打った、今度もセカンドへのゴロです。アウト、セカンドゴロに終わりました。バッター栗山拓実、バッターボックスに入ります。どこから攻めるか。初球見送っていきます。
次のボール注目しましょう。低めの球バット出ませんでしたね。さて試合は2点差のまま3回に入っていきます。ボール貸し切った2番手のピッチャーを出してきます牧田。2点リードの場面マウンドに上がります。セリーグ打線をどう抑えてくるんでしょうか。3回の表オールセントラルの攻撃。この回の先頭バッターウラディミール・バレンティン打席に入ります。最初の1球は何か初球外に来ました。外これはどうか。3球で決めてくるか。これはわずかに外れました。このボール球には引っかかりませんでした。さあ4球目この変化球は枠の外。低め、まあ、バッターよく見てますね。さあフルカウント第6球この勝負の行方は。見逃し三振バッター阿部慎之助打席に入りました。何から持ってくるか。まず外から入りました。次の2球目低めのボール打ってライトの前ワンバウンド。ランナーが出るライトへのヒットが出ました。ここで打順が一巡します。坂本打席に入ります。オールセントラルライトへのヒットでランナーを出しています。最初の1球は何か外のボール打ちました。三遊間の当たりアウト。サードゴロに終わっています。ツーアウトで次のバッターを迎えます。平野打席に入っています。初球です。まずはストライク。2球目です。インコース低めのストライク。これで追い込みました。次の配球は外のボール球を打って抜けた。抜けました。ファーストランナーは二塁に止まります。伊藤さん、得点圏で足の速いランナーがいると相当ピッチャーもプレッシャーがかかりますよね。
まあ、野手の間を抜けてしまえばもう確実に1点を取られるだけの走力を持った走者ですからね、もうぜひともこのバッターを抑えたいところですね。ヒットになりました。止まりました。セカンドランナーは三塁ストップ。ここで打順は DH へ回ります。ラミレス、その注目のバッターボックスです。タオさん、チャンスが訪れました。流れがよ、はい、ここは得点まで行きたい。初球はどうでしょうか。まず最初のボールを決めていきました。2球目はどうか。インコース打ってサードです。2塁へ送ります。アウト、スリーアウトチェンジ。タオさん、残念ながらスタンドに届けることはできませんでした。まあね、一発出れば逆転でしたからね、そりゃ期待してたかもしれませんね。ええー、そうですよね。黒木さんは今のバッティングをご覧になっていかがですか。残念ですけど、これも仕方ないですからね。オールセントラル、2番手ピッチャーをマウンドに送ります。前田、2点差という場面でマウンドに上がります。パリーグ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。3回の裏、オールパシフィックの攻撃、先頭のバッター細川通り打席に入りました。第1球はどうか。まずは外から来ました。低めの球ストライク、直球で追い込みました。キャッチャーの要求は、空振りの3球三振、ボール球を振ってしまいました。伊藤さん、中速のバッターが続きますね。こういうバッターがいると攻撃のバリエーションは広がりますか。次のバッターもね、非常に小技も上手なバッターですし、なおかつ足も使えるバッターですから、この 1,2 番というコンビはどんな作戦が考えられますね。なるほど。打ってヒットになりました。ここでヒットが出た。次のバッターとなります。本田、打席に入ります。さあ、オールパシフィック、ワンアウトからヒットのランナーが出ています。初球は、最初はストライク、ちょっとタイミング取れていません。2球目はどう攻める。今度はストレートを持ってきました。サインはどうだ。打っていった、打球はファーストへ、アウト、ファーストゴロに倒れました。ツーアウトになって次のバッターです。糸井、バッターボックスに入ります。どこから行く。初球、村本インコースに来ました。打って、ランナーがスタートします。打っていった、一塁アウト、スリーアウト。3回を終了。オールパシフィック、得点はなりませんでした。4回の表、オールセントラルの攻撃、この回は5番から始まります。新井、バッターボックスに入ります。
まずは変化球から入りました。低めの球、一気に来るか、インコース打ちました、抜けた、センターに抜けます。さあヒットが飛び出した。裏打席に入っています。オールセントラル、ノーアウトからヒットのランナーが出ています。何から持ってくるか、初球から入れてきました。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。どう攻めるのか、外への変化球入りません。これも外目に行きました。次が3球目、この変化球は入りません。外を丁寧に攻めています。バッティングカウントになった。チェンジアップでしょうか、打ちました。アウト、アウト、一塁もアウト、ダブルプレイ、ノーアウトランナー一塁の場面、一気にアウトが2つになりました。ランナーはありません。豊ちゃん、今のはうまく打たせましたね。いいコースに投げてきますね。ゲッツーでツーアウトにしています。初球はどうでしょうか。初球わずかに外れてボール。変化球、これは空振りです。外へ2球持って、次はストレートできました。3球とも外に持っていきました。取りました。これで3アウトチェンジ。4回の表が終了。オールセントラル無得点に終わっています。4回の裏、オールパシフィックのロング、この回の先頭バッター小久保、打席に入ります。最初のボールは コーナーをいきなりついてきます。ボールを操ってきます。低めのボール際どい、このボールには手が出ません。これはボールです。バッテリー1球外してきました。次の4球目、低めに外れてボール。外への変化球は決まりません。
さあフルカウントになった。行きました。今日2打席連続のヒット。次のバッターを迎えます。中村打席に入ります。オールパシフィックレフトへのヒットでランナーを出しています。どこから狙うか。まずは見送りました。2球目です。この球は見ます。3球目行きました。打球はサードへ。ファーストランナー2塁回った。ツーベースヒット。伊藤さん、ここは絶対に抑えておきたい場面ですよね。そうですね、非常にプレッシャーのかかる場面ですけども、失投は絶対許されませんね。最初の1球、初球振りません。次のボールは、今のはボールになります。取ってこれでワンアウト。セカンドライナーに倒れました。そして7番中島、その注目のバッターボックスです。川さん、チャンスですからなんとかつなげたいですよね。まあ、しっかりつないでトップまで行きたいですけどね。はい、まあ守る側としてはここで打線を断ち切りたいわけですよね。まずは見送りました。147キロです。2球目はどうか。バットに当たりません。様子を見ていった。変化球打って、さあアウトコースはどうか。古木さん、外ときますね。キャッチャーの構えを見ててもほとんど外なんですよ。意図的なものでしょうか。投げた瞬間しまったと思ったんじゃないんですかね。ピッチャーはバットを上げた瞬間になんとなく間合いが合ってるなって分かるんですよ。なるほど、ここは焦らず慎重に攻めていきたい場面です。サードランナーがホームベースを踏みました。打ち上げられました。三塁ランナーは余裕でホームイン。これがただいまの特定シーンです。ここで1点追加、犠牲フライで三塁ランナーが帰ってきました。次のバッターとなります栗山、打席に入ります。さあオールパシフィック、犠牲フライから1点を入れています。最初の1球、初球簡単にストライクを取ります。おっと、今度変化球、ここは追い込んでいます。さあ1球様子を見るのか。
ッター何を見せるか。変化球打った、バウンドして取ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。4回の裏を終了、オールパシフィック1点を追加、3対0点差を開きました。オールパシフィック、ここで3番手ピッチャーに変えます。斉藤、3点リードの場面で登板となりました。セリーグ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。5回の表、オールセントラルの攻撃、トップバッターバレンティ、バッターボックスに入ります。5回まで来ました。どこから狙うか。外から攻めていきます。2球目はどうか。痛烈な当たり、サードへの打球、ピッチャーの代わり花を捉えた。打ったバッターは二塁へ向かいます。ツーベースヒット、レフトへのツーベースヒット。次のバッターを迎えます。阿部、得点圏にランナーを置いての打席になります。さあ、オールセントラ、レフトへのツーベースヒットでランナーを出しました。初球ストライク、枠をいっぱいに使ってきます。2球目、インコース、思わずバットが出ました。サインはどう出されたのか。またストーンと落としてきました。ストレート外いっぱい、いやー、クレカ、素晴らしいストレートですよね。芯を持って投げ込んできましたよね。次のバッターとなります坂本、得点圏でのバッティングはどうでしょうか。初球は落ちるボール打ちました。サードへの当たり、アウト、一塁アウト。アウトが2つになって次のバッターになります。キラ、ランナーを返すバッティング。最初の1球、あ、転がしてしまったが、センター方向はどうか。セカンドランナーは三塁ストップ。そしてクリーンナップという場面、長野、その注目のバッターボックスです。得点圏打率が高いバッターに回ってきましたが、田尾さん、ベンチは期待してるでしょうね。このバッターね、チャンスでは結果出してんですよ。はい、ピッチャー、ここは締めていかなければなりません。この球は外れています。わずかに外れて2ボール1ストライク。バッティングカウントになったが、今度もきれいに落ちました。次が5球目、外れてフォアボール。4番バッターの前でピンチを広げます。そして打順は DH ラミレス、その注目のバッターボックスです。オールセントラ、フォアボールで満塁のチャンスをもらっています。何から持ってくるか。初球スライダーで入りました。
外の次は中、低いボールできました。さあ3球目、空振りになります。低めを丁寧に攻めています。バッティングカウントからの4球目、この球は低めに決まった。よくさ、低め低めと丁寧なピッチングをしていますよね。そうですよね、低め低めで来てますから打たせて取りたいんだと思いますよ。外へ持っていきましたが入りません。これはどうだ、ランナーズ、あっと押し出し。今のでフォアボールの数は2となっています。1点を返します。追い上げます。そして5番に打順は回ります。はい、その注目のバッターボックスです。この回7人目のバッターです。初球来ました。ストーンと落としてきました。低めのボール空振りです。フォークで追い込んでいます。あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。オールスターといえば直球勝負でというのが定番ですが、伊藤さん、最近はバッターを抑えることに重点が置かれてますよね。だから球種の出し惜しみというかね、相手にこう研究されるっていうことを抜きにしてね、どんどん優先的に自分の得意球を使っていく傾向にはやっぱあると思いますね。なるほど、そのあたり注目しましょう。5回の裏、オールパシフィックの攻撃、この回のバッター、細川、打席に入ります。打っていった、セカンドへの打球アウト、セカンドゴロに終わっています。打順がトップに帰ってきます。坂口、バッターボックスに入ります。初球です。まず低めに持ってきました。次のボールはまっすぐで決めました。3球目、ストライクです。速いボールは決まりません。さあ何を見せるか、強い当たり、抜けた、これは一塁ベーカーを破ります。ランナーが出ます。2打席連続のヒット。次のバッターを迎えます。本田、打席に入ります。オールパシフィック、ワンアウトからヒットが出ています。何から持ってくるか、打って、さすが守備の名手、アウトにしました。いやー、黒木さん、ナイスプレーですね。
気持ちの入ったプレーでしたよね。本当に選手一丸となって戦ってる感じがチームに溢れてますよね。必死に食らいついているこの姿ですね。ファンも大喜びのプレーでした。次のバッターとなります、糸井、バッターボックスに入ります。最初の1球は成田、村本、高めのボールで入りました。次の2球目、低めのボール手を出した、一塁アウトで3アウトチェンジです。さて試合は2点差のまま6回に入っていきます。ボールパシフィック、この場面で4番手のピッチャーとなります武田勝、2点リードでの登板になりました。セリーグ打線をどう抑えてくるんでしょうか。京セラドーム大阪は6回の表、オールセントラルの攻撃、6番からの打順になります。グラブ打席に入りました。何を投げてくるか、変化球打ってファールになりました。2球目、低めのボール打った、落ちました。ピッチャー交代は裏目に出たか。次のバッターを迎えます、畠山、バッターボックスに入ります。オールセントラル、ノーアウトからヒットが出ました。どこから行く、これも強烈な打球、サードへの打球、ファーストランナーセカンドベースを蹴った、ツーベースヒット。さあ次の塁をどう狙ってくるか、緊迫したゲーム展開。とにかく次の塁を貪欲に狙う意識は大事ですからね。盗塁の大切さはよく言われることですね。初球ボール、どう攻めるのか、インコース低めのストライク、これではバットが出せません。バットに当たりません。ヒットになりました。ボールをつないでいく、このヒットで2桁のチーム10本目のヒット。さあタイムリーが飛び出した、1点返します、1点差にしています。得点シーンリプレイでご覧いただきます。これで1点差に詰め寄りました。いい場面でホームランバッターに回りました阿部、その注目のバッターボックスです。さあオールセントラル、さあタイムリーヒットで1点を返しています。インコース打った、2球目です、変化球外れました。さあ3球目、これもスライダー、バッティングカウントになった、ストレートで2ストライク目を取りました。打球はセンターへ、センターです。サードランナーは同点のランナー、サードランナーがホームに帰ります。打ち上げた打球は十分犠牲フライになりました。これがただいまの得点シーンです。ここは犠牲フライで同点にしています。バッターは1番
坂本打席に入ります。ゲームはこの回振り出しに戻りました。どこに入れてくるんでしょうか。初球からコーラーをついています。さあファーストランナー帰ると逆転という場面です。次のボールは3対3、この回同点に追いついてきました。インコース打ってショートへの打球アウト、ショートゴロに終わりました。セーフ、一塁はセーフ、ダブルプレイに逃れた。タオさん、ランナーの足が勝った形になりましたね。今のは足でゲッツー防ぎましたよ、いい走塁しましたよね。この回同点にされています。どこから行った、ランナー走ります、行きました、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあオールパシフィック、次の攻撃は4番から始まります。6回の裏、オールパシフィック、アッパー、国防、まずはチャンスの目を出していきたいところです。最初の球はまずはコーラーをついてきます。どう攻めるのか、ドンピシャのタイミング、レフトへ、どうだ、落ちました。ノーアウトからランナーを出していきます。あっとセカンドを狙ったぞ、ツーベース、レフトへのツーベースヒットが飛び出しました。ランナーに神経を使いながらの投球になります。まあエンドランなんかもあるでしょうね。組み立てを考えないと。バッターとの駆け引きの興味深いところですね。中村、ランナー帰れば勝ち越しとなります。オールパシフィック、レフトへのツーベースヒットでランナーを出しました。どこに入れてくるんでしょうか。初球外に来ました。148キロです。2球目はどうでしょう。ここは変化球、1球2球と外へ行きました。今度はストレートを持ってきました。ストレートで追い込みました。次の4球目、際どいがボール、さあ何を見せるか、空振り、ファンの期待にどうしても応えたい内川、その注目のバッターボックスです。最初の1球、初球スライダーで入りました。2球目はどう攻める、外のボール球を打って破った、綺麗に破りました。セカンドランナーは三塁ストップ止まり、ワンアウトランナー三塁一塁、勝ち越しのチャンスを作りました。いい場面で打席が回ってきました。中島、その注目のバッターボックスです。佐野さん、同点にされましたが再びチャンスが訪れました。ここはね、追いつかれて嫌だったですけど、リード取れるチャンスですよ。はい、ここは大事な局面を迎えています。最初は見ていきます。
次のボールはここは見ます。カウントからの4球目、これはきれいに落として決まっています。落ちるボール打って三遊間破った、ボールは中継のショートへ、今サードランナーがホームイン、タイムリーヒット、1点を追加。得点シーンリプレイでご覧いただきます。ここで勝ち越し成功、このまま流れを保っていけるんでしょうか。期待に応えたいこの場面、栗山、その注目のバッターボックスです。栗山この回勝ち越しを許しています。打って転がった、アウト、さすがにうまい守備を見せます。いやー、黒木さんですね、気持ち入ったプレーでしたよね。本当に選手一丸となって戦っている感じがチームに溢れてますよね。必死に食らいついているこの姿ですね。はい、本当に素晴らしかったですね。7回の表、オールセントラルの攻撃、この回クリーンナップから攻撃となります。今日ここは一発を見たい場面、期待に応えるでしょうか。本当ね、積極的に走ってくる選手ですからいいですよ。最初の1球、低いボール、まず内へ持ってきました。次の2球目、綺麗に決まった、いいところへ決めてきます。果たして3球勝負するのか。スイングアウト、三球三振、ボール球を振らされてしまいました。バッターラミレス打席に入ります。タオさん、これでヒットが出ますと先発野手全員安打ということになります。まあよく打ちますよね。最初の球は、その初球は外のボール、2球目です。スライダーを持ってきました。低めのボール球を打った、これでアウトカウントが2つ。バッターは5番、新井、打席に入っています。どこから行く、打ち上げて打球は左へ、インコース高めのストライク、これで追い込みました。今度は変化球、さあ4球目、高めのボール打ちました。一塁アウトで3アウトチェンジです。7回の表が終了、オールセントラル三者凡退に終わっています。オールセントラル3回目のピッチャー交代です。浅尾、1点差という場面、ここでマウンドに上がります。パリーグ打線をどう抑えてくるんでしょうか。7回の裏、オールパシフィックの攻撃、9番からの打順になります。細川、バッターボックスに入ります。初球はどうか、初球は変化球から入りました。
2球目はどうでしょう。直球で切りました。速いボールで追い込みました。3球で決めてくるか。外へのボールは入りません。低めを打ってサードへの当たり、一塁アウト。アウトです。サードゴロに終わりました。打順がトップに帰ってきます。坂口打席に入ります。初球です。1球目狙っていって当たりません。どう攻めるのか。ストレートできました。速いボールで追い込みました。落ちるボール打った。アウト。セカンドゴロに終わりました。バッターは2番本田、打席に入りました。最初のボールはまず外から入りました。2球目はどうか。打っていった。取って、これで3アウト。7回を終了。オールパシフィック3人で攻撃を終了しています。オールパシフィックまたピッチャーを変えてきます。平野、1点リードの場面でマウンドに上がります。セリーグ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。8回の表、オールセントラルの攻撃。この回は6番から始まります。ブラズ、この一発が欲しい場面、ここで登場です。初球から入れてきました。アウト。ピッチャーゴロに終わりました。バッターは7番畠山、バッターボックスに入ります。初球インコース、センターの前、ワンバウンドしました。ヒットになった。同点のランナー。この展開でこの打順、どうしても快音を期待してしまいます。バレンティン、その注目のバッターボックスです。ファーストランナーを返せば同点になります。何を投げてくるか。初球簡単にストライクを取ります。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。コーナーへ決めました。今のは思わず見送りました。次のボール注目しましょう。空振りの3球三振。
この場面での一発は果たしてあるんでしょうか。阿部、その注目のバッターボックスです。最初の球は、最初はスライダーできました。いいところへ決めてきます。高めは打ちいっぱいに決まります。いやー、黒木さん、ナイスボールですよね。ボールが走ってますよ。この後も素晴らしい投球を期待したいです。このストレートは外れています。打球はセカンドへ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあ、オールパシフィック、この後クリーンアップの登場です。オールセントラル、5番手ピッチャーに変えてきます。榎田、リクエストされた場面での登板となります。パリーグ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。8回の裏、オールパシフィックの攻撃。この回はクリーンアップから始まっていきます。糸井、打席に入ります。まず低め、膝元をついてきました。ストライクゾーンをいっぱいに攻めていきます。2球目、低め打ちました。抜けた、きれいに抜けた。今のがこの試合2本目のヒット。次のバッターとなります、国保、打席に入ります。オールパシフィック、ノーアウトからヒットのランナーが出ています。どこに入れてくるか。ランナースタート。これもいい当たりだ。この打球はどうなる？これはセンターへ。センターフライに終わりました。ホームランが欲しい場面での登場です。中村、その注目のバッターボックスです。二塁回った、打ったバッターは二塁へ向かった。ファーストランナーサードベースも蹴った。ツーベースヒット。次のファーストランナーがホームイン。1点追加、点差は1つ増えて2点差になっています。これがただいまの得点シーン。終盤戦においては大切な追加点ということになりそうです。画面で打席が回ってきました。市川、その注目のバッターボックスです。オールパシフィック、さあツーベースヒットで1点を追加しています。1球見送っていきます。2球目は打球は一、二塁間、アウト。守備で見せます。いやー、黒木さん、ナイスプレーですね。気持ちの入ったプレーでしたよね。本当に選手一丸となって戦ってる感じがチームに溢れてますよね。さあ、この接戦、ここはきっちり抑えたい。先ほどの配球はどうでしょうか。初球はまずはボールから入りました。強烈な当たり、いったいったい、入った入った入った、ツーランホームラン。8回の裏、ホームランを放ちました。ちょっと勝利が見えてきたか。
2点を追加、4点差に広がりました。ただいまのホームラン、リプレイが出ます。勝利に近づく追加点、あとは最後を守りきるだけということなんでしょう。伊藤さん、完璧な当たりだったんじゃないですか。もう打った瞬間にホームランと分かる当たりでしたね。なるほど。放送席の山口さん、はい、一塁側からお伝えします。どうぞ。今のホームランについて話を伺ってきました。打ったのは多分スライダー。やっぱりホームラン打つとこんな喜んでくれるからね、ということです。はい、ありがとうございました。この回ツーランホームランを許しています。次のボールは大きな円を描いて空振りです。3球目はどうする。これは外に来ました。スライダーで追い込んでいます。次の4球目、低めのボール打った。1塁アウトで3アウトチェンジです。さて、試合は4点差となって9回最終回へと入っていきます。オールパシフィック、ここで6番手のピッチャーにスイッチします。マルテンボール、4点リードの展開ですがここで投入します。さあ、ストッパーと打線の対決、注目しましょう。9回の表、オールセントラルの攻撃。この回はトップから始まっていきます。坂本、どうしても塁に出なければなりません。初球です。最初は見ていきます。2球目はどうか。空振りになります。落ちるボール打ってファウルボール。低めの球、これは外れます。打球上がった。レフトフライに終わりました。バッターキラン、バッターボックスに入ります。キラン、それにしても6回の守備、これは見事でした。最初のボールは初球狙って空振りです。153キロ出ています。コーナーに決めてきました。次はどんなボールを持ってくるか。3球で決まった。バッター長野、このツーアウトの場面から意地を見せるんでしょうか。勝利まであと1人になった。最初はストライク、149キロです。2球目です。速いボール持ってきました。外へ2球持っていきました。
ラスト1球になるか。ボールです。試合終了。この試合は7-3、オールセントラルを破りました。伊藤さん、オールスターゲーム初戦はあっという間に終わりましたね。やっぱり本当に自分の持ち味をね、十分発揮しているゲーム内容だったと思いますね。そうですね。明日も素晴らしいゲームを期待しましょう。今日のヒーローです。まず今日のヒーロー、その投球成績なんです。先発の登板2回、被安打1、2責点0。次が打撃成績になります。3打数2安打、打点4、ホームランを打っています。この2人が今日のヒーロー、勝利に貢献しました。解説は田尾康さん、伊藤智さん、黒木智弘さんでお届けしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは皆さん、次回の放送でまたお会いしましょう。